すぐに終わるから君はリビングで休んでいるといい。ん？手伝いたい？あ、ならそこの野菜を切ってもらおうか。待ってくれ。そのままだと服が汚れてしまう。今すぐにエプロンを持ってこよう。ああ、自炊が多いから予備は常に用意してあるんだ。紐なら私が結ぼう。ん？大丈夫だ。このままでも届く。ん？なんだ？どうかしたのか？いや、私なら大丈夫だ。あ、ところでシャンプーを変えたのか？君らしい香りだ。サイズを調整するから少しだけじっとしてくれ。よし、苦しくはないか？ならよかった。私以外でこのエプロンを着たのは君が初めてなんだ。ん？私はあまり人をキッチンには入れないからな。それに自宅のキッチンは特別な場所だ。人の思考が強く出るプライベートな空間だからこそ、信仰の深い相手にしか共有はできない。今のようにね。